Good evening, everyone. I'm Ueno. Thank you for coming to my life. 皆さん、こんばんは。ウェンでございます。失礼しました。2023年9月22日金曜日。日本は夜6時32分を回りました。予定より2分遅れで、ストラライブ始まりました。で、今日はですね、ストラライブ、まあ、9月としては最後の日で、どれだけ時間を残ってるかって、先ほど覗いたところ、2時間15分、2時間16分ありましたので、9時47分頃までね、ちょっとやっていきたいと思いますので、お時間の許す限り、8時47分頃までね、お届けしていきますので、お時間の許す限り、お付き合いいただければと思います。また、途中で、プレミアやライブの予告があったらね、皆さんにご報告しますので、その場合はまた、改めてご案内しますけども、その時は無人になりますので、もしよろしかったらね、そちらのライブやプレミアにも足を運んでいただければと思います。チャットは、今日は、ライブ開始前にいろんな方が、チャットいただいております。アンジーさんね、今フィリピンに帰られているアンジーさんが、朝ね、無人ライブをされてたっていうことで、で、そのね、その時僕のこのライブのリンクを貼っていただいたということで、例えば、リュウさんとか、ポムさん、ポムママさんね、それから海外の方だと、マイセルさんとか、ウェングさん、など、いろんな方からね、コメントをいただいております。で、このライブの直前ですと、アンドユリさんやマリポンさんからいただいております。そしてライブを開始直後には、タグニさんからコメントをいただいております。皆さん、ありがとうございます。タグニさんとクリリさんがこんばんはと来ております。ありがとうございます。ちょっと今ね、僕のスマホの方は、まだね、僕のライブの方にたどり着いておりませんので、もう少々お待ちください。今、設定してますのでね。実は今日、充電するときもそうなんですけど、これネット回線ね、ずっとつなぎっぱなししてる関係で、熱くなってるんですよ。だから、このライブの30分ほど前から、この充電器、あるいは、ネットの接続の方も、ちょっと一旦切っておりました。で、このライブの開始のもう8分ぐらい前にはね、接続をし直してね、これで臨んでおります。さあ、今日金曜日ですので、週末金曜日ですから、いろんな方のプレミアやライブがまた多くなるかと思います。まあ、僕もライブね、過去にもね、何度か行っており、やってきておりますが、このネット回線にはまだまだ弱いかなというふうに思ってしまいます。今日はね、Wi-Fi の設定もちょっと今スマホの方で変えておりますので、それをしながらライブをしている状況なんですけれども、
さあ、ようやくね、スマホの方、僕のライブの方にたどり着きました。じゃあ、今来ていただいている北国さんの方からね、リンクの方を貼っていきます。北国さん、また美味しそうなやつをショート動画に上げてるんですね。これなんだろう、500カロリーで食べれるランチ、本当かな、これグラタンみたいな感じだな、これ。じゃ、この北国さんのショート動画のリンクを貼っておきますね。北国さんが違う、北国さん大笑いしてるねえ、ライ毎日ね、ライブ配信って言っても、もう本当に今日は5件同時ライブされてるんだね、クリールさんは。じゃ、クリーさんの動画の中から一番新しいこちらの方を貼っていきましょうかね。さあ、今日はですね、週末金曜日ではありますが、明日はね、日本は、秋分の日ということで祝日になっておりますけれども、で、明日その土曜日が祝日で、そして日曜日、初級の方がチャットに来た。上野さん、皆さんこんばんは。仕事中のため挨拶にて失礼します。マレット岩手純散歩さんっていう方ですね。ポムさんとこれね、見かける方、よく見かける方なんですよ、この方。が、僕のところに来ていただいてる、ありがとうございます。じゃあ、岩手純さんね、じゃあポチしておきます。チャンネルをポチしておきますね。あ、動画はこれ、美味しいやつがいっぱいだ、これ。本当に。いや、びっくりした。で、岩手純さんが僕のところに来てくれなんて思わなかったです。うん、上野さん、皆さんこんばんは。ピインコちゃん、ありがとうございます。あ、純さんポチ済みなんや、ありがとうございます。なかなか僕もね、純さんのところね、まだ行ったことないんで、またね、今日ね、来ていただいたんで、今ポチチャンネルもポチしましたから、また改めてポチさせて、
お邪魔させていただきます。今日は初見の方一人来ましたね、本当にね。さあ明日は土曜日で祝日なんですけれども、連休中は皆さんどのようにお過ごしになるのでしょうか。あ、そうだ、じゅんさんモデにしときます。ありがとうございます。後でアーカイブ見ます。了解しました、じゅんさん、ありがとうございます。上野さん、朝少し涼しくなってきましたね。確かにあれですよね、僕のとこもね、朝涼しくなってきてる。なのに昼間はね、まだじゃない、まだ9月、もう9月なのにまだ暑いんですよ。だから残暑というより酷暑っていうふうにも言われてやってるんですよね。北国さん、何ですって。明日 YouTube では初のツアーライブ配信やろうかと迷ってます。今日やろうとしたらスマホホルダーが取れて配信やめました。ステアライブ、テストライブ、失礼、テストライブね、ステアじゃないわごめんなさい。北国さんも今までライブはされたことなかったんですか。まあそうですよね、リストを見てもライブっていう項目がなかったから。北国さんはドライブ配信じゃないですよね。普通のライブですもんね。北国さん、インスタライブな何回かしかやってない。あ、インスタの方でライブはされてるんだね。ほうほうほう。こんにちは、こんばんはって来たのは、唐揚げさん、ありがとうございます。あつ森のね、ライブの方、なかなか行けてなくて、ね、ちょっとあれなんですけれども、
カラメさんはあれですよ、もう動画はもう電車、あ、まあ電車もそうなんですけど、最近はあつ森の動画も出されてるんだな。じゃあ今日はね、あつ森の、動画をね、あげたいと思います。唐揚げさんのね。こら、インコちゃん、ドライブ配信じゃなくてテストライブ。どういう子に言ってんだもん、本当に。お、上野さんと上がってきたのはまんまるちん。ありがとうございます。この後8時か。ライブだな、これ。あ。変顔の頂点を決めますというタイトルで。ライブをされるんだ。上野さん仕事を終了 し、帰宅しましたって来たのは今村さん、ありがとうございます。今日まんまるちんから8時からライブということで今リンクを貼りましたので、僕の方もこの8時から15分間ほどね無人にしますので、もしよかったらまんまるちんのねライブの方を覗いてあげてください。久しぶりの旅行でバイキング食べ過ぎたって来たのは、あ、皆さん何してるのって上がってきてる、さくらさん来たじゃないか。今日はね、ステアライブ。これ9月最後なんでね、8回目のステアライブをやってます。さくらさん来たのでね、動画のリンクを貼っときます。え、泉も明太パークがあるの？これさくらさんの最新動画なんですけど、そっか、さくらさん いろいろ回ってるもんな。まあ僕は旅行らしい旅行なんて年に何回行けるかわかんないもん、本当に。さあ、今村さん。今村さん、今ね、チャンネルポチしました。で、ショート動画、今日で適当にね、リンクの方貼っていきます。あ、インコちゃんが、今日は私も動画出したから上野さんよかったら見てくださいね。なんだって？あった。じゃあインコちゃんがおっしゃるその動画。これはあれか。あれ？黄色いインコと白いインコが2匹いるじゃん。2羽いるじゃん。これ。
なんか白いインコちゃんはなんかあの何の反応もなかったという、インコちゃんの最新動画ですね。さあインコちゃん今ね最新の動画を貼りました。待って、サカさん、上野さん、インコさんが上がりたいって、あれインコちゃん、待てインコちゃんは1回ある方のね、スペアに上がらせてもらって、上がらせて一緒にちょっとお話を伺ったことがあるんだけどな。はず、さくらさん、インコさんの可愛い声聞きたいなって。ほら。どうしよう、まだね今日リンク貼ってないんだよな。そうですね、一応貼っとこうかな。今村さん、明日ようやく休みですって。ちょっと待って、おらインコちゃんが上がりたいと私言ってないよって、さくらさんが勘違いしとるなこれ。さくらさんね、もうここにいると何書くかわからないこれ。さあ今ね、あのスタジオに上がる方のためにあのリンクを貼りました。で今これを固定しておきます。こんばんは、
レイナちゃん、ありがとうございます。あ、5時間前に上がったレナさんの最新の動画貼りますね。ちょっと待って、これはどなただ、これびっくりした今。じゃあ今上がってきた方に出ていただきましょう。どうぞ。もしもし、ミンコです。ほら、さくらさんだな、これは。うんこでーす。で、どこがや。さあ、もう絶対それはうんこちゃんじゃないぞ、どう考えたって。ジジや。うんこだっぴ。ジジだから。じいじだよ。あ、今言ってるのはじいじだよ。じいじだから。あ、さくらさんの隣に誰かいるよ。孫がいます。孫じゃねえわい。もう上野さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。アンジーさん、お久しぶり、ありがとうございます。はい、今喋ってのジジなんだ。あ、そっか、お子さんだな、どっちにしてもね。あ、そっかそっか。ミンコです。ミンコじゃねえわ、ジジや。ダメだわ、そんなこと言っちゃ。ダメやん、そんなこと言っちゃ。インコさん上がって。あ、お孫ちゃんっていうインコちゃん言ってるけど、お孫さんじゃないよね。正しいこと言うと。ジジだった。孫ですよ。孫孫。ジジだよ。うん、今ね、アンディさんって方がチャットに来ましたけど、今日ね、9時半からね、プレミアがあるので、リンクを貼っときます。よいしょ、どうかな。本当にまあ、たくさん。いいよな、さくらさんは。ねえ、さくらさん、年にこれで、え、何回行った、これで。14回しか行ってないの。14回だけ。14回って、そんな1ヶ月に1回以上って計算でしょ、それ。そういう計算にもなりますね。んなね、なかなか、で、どういうふうに言ったらいいんだろう。14回ってそれっていう回数って、それちょっと予定立てすぎって言うと失礼かもしれないね。去年は17回ですよ。いいな、そんだけ予定立て、予定そんだけ言ってるなんて。いや、本当に、うん、貧乏なんで。貧乏って言っときながら、なんでそうね、よく、あの、旅行の予定立てちゃうのよ、それ。本当に。貧乏僕の方がよ、僕の方が余計貧乏だって、そんな、あの、旅行らしい旅行なんて、年、2、3回だよ、僕が、そんな泊まりで行けるような旅行なんて。皆さん言ってんじゃないですか、やつ。
いやいやいや、羨ましいんだよね、そんなにね、何回も行くなんてね。今年はあと2回しか行かないんですよ。まだ多い方やん、それね。あの、でも年間できる回数としては多い方じゃないかな。多いですかね。僕だってそんな、なかなかそういうね、予定なんて立てられないし。あ、レナちゃんがさくらさんにね、年金もらってるの？年金行く年じゃないし。まだ年金もらえないし。だって年金もらえるのは、早くても70じゃなかったっけ？ユミコさん、ちょっとですよ、旅行。ほら、やっぱりそ僕、やっぱりインコちゃんおっしゃるように旅行多いよって。そうかな。本当に本当。ちょっとね、これはね、まあ僕もね、月1回に出かけるのがやっとかなっていうふうに思うんだけど、それができるかどうかわかんないから。なあ。うん。あんま変わんないよ。旅行っていうとやっぱりね、泊まって出かけるっていうのが普通なんやけども、まあ僕だったらそれが年何回かだな。ってみんな言ってますやん。これで今年はあと今年はあと2回だとおっしゃったもんね、今さくらさんね。2回ですね。福島行くのと熱海行くのと。福島行く。ああ、福島やったら、近い方だよね。会津の方に。10月。レダーシャー。あ、来月な。うん。羨ましいよって、レナちゃんがね。そんなことないんでしょ。ねえ。もうね。貧乏の話です。貧乏って言っときなら、そうやって出かける機会が多いじゃん。果たしてそれ貧乏なんだろうかね。っていう。ほな、貧乏だったら、どこも出かけられない、本当に。いや、本当にいいよ。ナイトプールが綺麗ですね。ねえ、本当に。実はみんなこっそり出かけてるんですよ。かな言わないだけど。インコちゃん、さくらさん、暇はないかもだけど、さくらさん、貧乏じゃない。寝てました。貧乏だって寝てました。こんばんは、待ってきたのは小川博さん。視聴だけの方が来ました。ありがとうございます。眠いか、ヒロさん。レナちゃんが何？山形のガストで皆さんにおごってあげたんでしょ？あれ？なんで知ってるの？レナさん、なんで知ってるの？レナちゃん、なんかそれ。なんてどこで知ったのか僕知りたい、それ、うん、いや本当に本当に
小川さん、こんばんは。高評価ポチッと押しました。今村さん、ありがとうございます。あ、本当にやし、あ、本当に知ってるよって、レナちゃん。バレバレやん。どこでそんなレナちゃん情報し入手してるんだこれ。いや、本当よこれ。お、なんか山形行くってことは聞いてたんだけど、このガストでおごったっていうのは、でもさくらさん優しいやん、それ。ちょっとで知っちゃったね。え、こんにちは、私はいつも元気です、頑張ってくださいと。韓国のグリーンウェーブ TV さん、あれはせよ、カムサハムだ。レナさんのリアル情報って、インコちゃん。あ、そう、ミカポンさんのオフ会ってことは聞いてたんだけど、僕もそれはね、聞いたことあるけど、あの、さくらさんがそんな優しい方だったかっていうふうに僕は正直思ったわけ。なんだそれ。いや、ほん、いや、レナさん。いや、本当に本当に。あの、本当知らないから、うん。ねえ。いいなあ、そういうな、優しいんやったら。なんか山形のホテルを、なんかあの、なんかめっちゃ高いスイートルームっていうふうに劣ったよっていうとこまでは聞いたことあるんだけどね。ちょっと広いところですよ。まあね、僕はね、悪いんやけど、あのホテルよしかね、僕はね、漫画喫茶で泊まるっていうのをね、過去に何度かやってきてるから。いや、本当にいいよ。狭くないですか？あのね、それはまあ最近の漫画喫茶だと、ほら、あのシャワー室はある、これはわかるんだけども、あのね、やっぱりあの個室だったらね、やっぱり安心して寝れるわ。うん、ああ、そうそうそう、確かに、そうそう、実際にあるから。あれ、レナさん、ママタン、なんだろう、ナイトプール見えますかね。え、何、ナイトプール。え、あ、今プールが、あの、隣になるってこと？ちょうどホテルの下がナイトプールなんで。あ、今インカムで映ってるんですけど。うわぁ、でもこっからじゃちょっと見えないかもしれ、あ、それ、真下にあるやつがそうじゃない？そうそうそう。うん、そこで今日泳いでました。マジか。だって普通プールはね、だいたい7月8月ぐらいがあれだからね。え、レナちゃんがあちこち聞いてるからね、だって温泉プールなんですよね。温泉プールもあるし、あ、ほん、あ、温泉プールだったらホテルの中にあるわけだ。屋外だけど温泉プールで、少し暖かいですね。あら、屋外でそんなのがあるの。まあ貧乏人しか来ないんで。レナちゃんがさくらさん金持ちだって。違いますよ。いや、正直言った方がいいよ。あの、金持ちだったら金持ちで、ああ、あそこ、あの、
いろいろいけてるんだっていうことがわかるからさ。いや、本当に本当に。本当に貧乏です。誰か。誰か。貧乏ちゃんも絶対さくらさん、お金持ちだ、だよ。そりゃそうだわ。そんなことないです。誰か。ああ。今お子さんと旅行、お子さんとお二人で今ホテルに泊まってんの今。今かみさんと息子と孫と。孫じゃないって。いいよな。ヘナさん、なんてこと。待って、レナちゃん、お孫さん金持ちだよねって書いてあるよ。孫が金持ちなんですよ。ヒロさんは貧乏、暇知らず。インコちゃん、本当の貧乏は旅行行けない。そうだよね、インコちゃん。だからあんま旅行行けない。でも実際ねえ、こんなホテルに泊まるくらいだからねえ、まだ14回しか来てない。もまたほんとに、まあ365日あるんですか。それの14回と少ないですか。いや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 、これはね、僕からしてみてもね、それ多く見える、それ。うん。うん。ええー。うん。だからね、それだけその、ねえ、都会出かけてるっていうのがもう年で15回だとしても多い方だと思うけどね。そうですかね。ゆうさん、あ、上野さん、さくらさん、こんばんは。お孫ちゃんかわいいですねって、ゆうちゃん、ありがとうございます。ゆうちゃん潜ってた。ほら、これさあどうするんだこれ。ゆうちゃんを今日はあれですよね。さあ、スチャルリンクが早速貼ったら、早速さくらさんが上がってますけどね。えゆうさんも上がって、ほら、そういうふうに言うんだけど、どうなんだろうな、今この時間だとね。えきちんとしてる方だとね、もうご飯作って作りながらライブ見たりとかされてるでしょうに、うん、もう今頃一杯飲んでるとこじゃないですか。僕はお酒なんて飲めないですからね。上野さん飲まないんですか。明日もうすぐお仕事やから、早朝から。ああ。だから普通の日はまず飲めない。早朝から温泉なんですけどね。こっちゃそんな。いや、本当に。大変ですよね、新聞も。そうよ。だから今はね、あれだと思うんだよね、どんどんね、読者が減った、少しずつだけど読者が減っちゃってるから、このまま行くと本当に収入が減る可能性だってあるから。中学の時やってましたけどね、新聞配達。それは自転車で？バイクで。ごめんなさい。いや、ね、中学でバイクは乗れないと思うよ。バイク乗るのは16歳以上だと思ったけど。最近はそうなったみたいですね。ゆうちゃんがバイクって大笑いしとるやん。
あの自転車でだったらまだわかるけど、バイクはそれは免許は持てない年じゃん。中学生だって、中学生だったらバイクだ免許取れない年じゃん。昔は良かったんでしょ。いやー、乗れる人は乗れる時代だったんだ。まあね、もうね、僕なんかあれだからね、あの免許を取る前から新聞配達やってたんで、やってるんで、もうね、高校卒業してまだね、もう車の免許も持ってないから、その時は自転車で配達したのが始まりだったわけ。すごい長いですね。本当よ、歴も長いし、僕はまだあの免許も持ってない時から新聞配達を始めてるんでね。今広告ってあれ、何アンジーさん、何スパチャ今ね、これね、あの今アンジーさんはね、母国のフィリピンからこうやってあの来ていただいてたんでさ、そのアンジーさんからスパチャっていうか、これはスパステッカーだ、これ。いやアンジーさん本当申し訳ないんですよ。多分ね、これフィリピンのお金やから、これはまあ多分ね、あの日本のお金に換算して、スパチャに、スパチャとして多分あのしてくれると思います、こういう場合はね。本当に、いやアンジーさんほんま気をつけてくださいね、あの今フィリピンにもらえてるからね。またね、またあれだよ、ね、また日本に戻ったらまたライブされるっていうことなんでね。上野さん人気ですね。いやいやいや、あのね、人気、いや多い時はね、二十何人来てたのね、このライブにね。だから皆さん、それぞれさっきもね、僕の知ってる方がライブされてるっていうところをさっき覗いてたから、やっぱり皆さん、ほら、やりたいときにライブをされてる方は増えてると思うんだよね。そうそうそう。そうそうそう。だから今は収益化になるための時間が今3000時間に緩和されてるから、そうなるとまた新たな方がライブを始めたりしてると思うんだよね。それ収益化を目指してライブをしたりとか、そういう方も多分いらっしゃると思うからね。ああそうですね、そうそうそう、収益化なんかどうでもいいですけどね。だけど僕はさっきも言ったように、これから新聞の方でね、収入が減ることが多分予想されるので、それより前にそれを聞いた僕は、その YouTube でお金がもらえないかっていうことでね、それを聞いたのが、それを聞いて、まあこの YouTube でお金がもらえるってことを聞いて、要件もね、要件も聞きながらここまで来て、でここまで来て、まあ収益化になってここまで来た。で本当にあれですよ、もう本当に実際に今年の8月の7日にね、実はまあこちらの手違いでね、収益化が止まってたんだけども、8月にねようやく初入金されたんでね、本当に。あ、100万ぐらい入りました。全然そんなもうそんな行くわけないわ。あなた方がチャットに来た、こんばんは、今浜風に乗ってます、ミュート聞きですがつけときますって、キョンさんありがとうございます。キョンさんもね、水曜日にねライブをされてる方なんで。あ、でも動画何20分前に上がっとるわ。せっかく来ていただいたんでね、キョンさんの、動画のリンクを貼っておきます。
ゆうさん、皆さんすごいですよね。YouTube 頑張ってて。ゆうちゃん、お仕事、ライブ、動画、編集、おうちのこと、やるの大変ですよね。皆さんすごいと思います。まあ、僕もそうだ。これみんな当てはまるわ。おうちのこともあるし、僕だっておうちのことだってあるんだから。ほんとみんなすごい。だからそれ動画を撮って編集前できる方ってなんて言うんだろう、視聴だけの方ってそれやっぱりあれだろうな、動画とか撮る暇もないんじゃないだろうかっていう。ゆうちゃんが、インコちゃんもすごいよ、みんなのこと尊敬してるって。インコさんも頑張ってるよ。インコちゃんはね、もう本当にこれ動画、まあショートばっかり上げてきたインコちゃんもね、もう動画上げるようになってきた。今度はそれ、視聴回数が増えたら、ね、これが時間になっていく。で、今度は、まあ、それを繰り返していけば、ね、収益化の要件である3000時間に達することも夢じゃない。あ、インコちゃんは楽しんでるだけなんや。確かにね、そういう方もいるね。動画を出してるから収益化目指してるかと思ったら、そうばっかでもないんだな。インコちゃん同じだ、楽しんでるだけだ。お城巣になってる時に始めたっていうことね。だけどインコちゃんは概要欄見させていただこうかな。あら、2013年から始めてるやんか。実は僕より早く始めてるんだ。インコさんすごい、ベテラン。つまり、あ、始めてないって。じゃあ、本格的に始めたのはいつ頃をしたら。ずっと視聴してただけ。誰のファンだったんだろう。あ、そうか、動画出し始めたのが4ヶ月前だったんだ。いや、でもインコちゃんね、動画出してるんだったら、今度はそれでね、人数と時間を稼げればね、収益化という権利が得られるんだけども、そっか、まだ最近なんやな、インコちゃんが動画出されたのな。インコさん頑張ろう、収益化。でもさくらさんは収益化になってないんだもんな。収益化しません。お、また新たな方がチャットに来た。上野さん来ておはようございますって来たのは、カヤックさんだ。カヤックさんアメリカにお住まいだから、もうアメリカはもう朝の時間になってるからなんだ。ありがとうございます。
インコちゃん、ダイロさんって私いつもアイコン男の子になっていることが多いよ、ヒアのショーク。ねえ。本当に。ね、ファンの子たち、ファンにファンになってる、このアイコンな。まあ僕はあれですよね、もう本当に鉄道大好きだからね、こうやってあの鉄道大好きだから、もういろんな、今はそうだな、地元の鉄道のね、あの写真をアイコンにしてるんだよね。あ、さくらさんのアイコンはこれひょっとしてあれだ、ご自分が持ってる車かい、これ。そうそう。最初のパンツ。ベンツだな。パンツだよ、パンツ。パンツじゃないわ、これは。こんなもんは。笑わせ。笑わせてるつもりかもしれないけどね。ゆうさん、上野さんは電車は何が一番好きなんですか？あのね、いい、だって僕はね、僕は愛知県民だからね、これ今、アイコンにしとるやつはね、あ、じゃあ今ね、チャットのアイコンにしてるやつは、名古屋の地下鉄。これ今の、それにあるアイコンとは違うんでね。うん。インコちゃんがさくらさん、翔くんの字が違うって。翔くんよく知らない。翔くんに対しては厳しいのがインコちゃんなんだ。あ、ゆうちゃん、そう。あのね、これはね、まあ、大都市でしか見られない地下鉄。まあ、僕もね、大体ね、名古屋を出るときはこの地下鉄に必ずっていうほど乗るんでね。うん。江ノ電とか嫌いなんですか、江ノ電。ね、江ノ電はね、あれね、乗りたいと思っててもなかなか乗りに行けないんだよね、あそこ。いや、本当に一回乗ってみたいんだけどね。江ノ電うるさいっしょ、ギャー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 。あ、たそれはね、多分ね、昔のモーターじゃないかと思うんだよね。線路が擦れる音がうるさいんですよね。曲がるたんびギー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 。あ、そんな音するんだな。すんごいですよ。そう、ゆうちゃん、駅とかよりも電車が好き。そうなんです。だからね、あれだな、もう、なんていうの、電車がね、もう、あれだ、なんていうんだろう。もう、だから関東へ、例えばね、関東へ行くときでも必ずっていうほど、電車の撮影に行ったりとかしてきたんでね。あ、ゆうちゃんでも江ノ電は一回しか乗ったことない。逆を言えば一回乗ったことあるってことだよね。江ノ電は、江ノ電はね、途中のところで、ね、道路の上をね、走る区間があるということは知ってるので、僕、本当に。ああ、ありますね。あるでしょ、路面電車のように走ってくんだけども、あれは結構ね、車両としては大きい方だから。ああ。
江ノ島の辺通りますね。ああ、海が、海の近く通ってくもんね、あそこ。そうですね。北国さん、江ノ県じゃなくて、江ノ電じゃん、それ。北国さん、うまい。笑わせちゃダメ、もう。えのけんって聞いたことないな。いやでもな、でも本当にあのねえ、ゆうちゃんがマジかって泣いとるやん、なんで。あ、榎本健一さんってどっかで何かで聞いたことあるぞ。何インコちゃん探してでも買うんだ。うん。証券もいるよって北国さん、今度は誰？証券。杉村健もいますね。証券ってちょっと待って、なんかピンとこないんやけど。マリポンさんこんばんは。あ、そうだ、マリポンさんこんばんは、ありがとうございます。桜井さんさんにこちらに上がっていただいております。マリポンさんはね、この間水曜日にねプレミアの方を邪魔した時の動画のリンクを貼っておきます。マニポンさんはね、もう、顔出されてんで、この間もライブでも顔出されたんでね、すごく素敵な方だから、もしお時間あったらね、マニポンさんのね、動画の方の時に行ってあげてください。ね。北国さん、でも、江ノ県、線路走ってきたら、怖い！ガクガクブレブレってな、何それ。あ、ゆうちゃんがマリポンさん素敵よ、素敵ですよねって褒めてるやん。ねえ、本当に、まあ魔法の手ってさくらさん、まあね、動画のリンクとあったから言葉ありがとうございます。やまりぼうさんはね、本当にすごくね、優しい方。何より手がね、器用。だから皆さん、本当にね、まりぼうさんのね、バルーンアート、すごく楽しみ。僕の大好きな鉄道もね、この間も新幹線とか作ってくれたじゃないですか。いやいやいや、マリポンさん。まあ僕はね、僕の手なんかね、本当にね、正直不器用な手だから、マリポンさんの手の方が、器用には変わりはないから、僕は。ねえ。北国さん、今度は。診察券なんで。ゆうちゃんがさくらさんのお子さんをお孫ちゃんって、さっきもお孫さんって書いてはったけど、孫ですよ。あ、孫でいいんだ。あ、孫で。マリポンさんに僕にご相談って何でございましょうか。ビリケンもいいじゃん。あ、ビリケンはなんかアニメで出てきたやつじゃない？それ。
マリポンさん、昨日小学生がバルーンアートを持って帰っていました。ほう。やばい、携帯が熱暴走してきました。充電失敗しなんとやっぱり熱暴走になりやすいんだよね、確か。この携帯すぐ暴走するんですよね。あ、僕もね、今、正直言うとね、今充電してるんだけども、このライブの前にね、ちょっと充電を一回切ったせいということもあって、熱くはなってない、これ。ある程度ね、充電が溜まったので、今、スマホを充電から外しました。やべえ、寝てた、すみませんって、ひろしさん。あ、無理しなくていいよ。やばい、めっちゃ熱。配信者である僕はね、全然寝れませんからね。いいよ、寝ても。ね、実際にあったお話ね。あと、その前にマリポンさん。あさって、会う友達がお誕生日なんですけど、男の人って花束と食べ物どっち嬉しいかな？花束って言うと女性に渡すもんじゃないですか。自分の意見だと花束じゃない方がいいかな。食べ物。まだ食べ物の方がいいかもしれない。その方が好きなもの。で、どうかなと思うんですけど。今な、まだ子じゃないか。うん、携帯の水暴走。あ、暴走もね、漢字で書くと熱暴走じゃん、それ。水暴走じゃなくて熱暴走じゃん、これ。あ、マリポンさんが了解、食べ物参考にさせていただきますって。まあ、やっぱりね、食べ物、うん、やっぱりその方が好きなものをね、あげるといいと思うんだけどね。うん。まあ、みんな好きなのは現金ですよね。あ、デラシャ、男の人が花を生けるの面倒だと思う。何しよう。なるほどな。北栗さん、なんだって、携帯の水暴走は映るんです。あ、昔のカメラ。これは。カメってなんだよ。カメか。あ、海で昔のカメラ。じゃあ昔のカメラだ、これは映るんですって。僕も持ってたことあるから。うん。あ、君たちの携帯もそうなってたけど。なったよ。携帯が熱くなった。あ、ね、実際にあったお話として、まあね、配信者さんが、僕の知ってる配信者さんが、このライブ中に寝てたことがある。なんかトーマス、それも
それもこのこれくらいの時間からずっとライブをされてて、もうね、何時までやってたかっていうと、翌朝の1時までやってたことがあったんですよ。すごいな。最高で6時間もライブをされたことがあるんですけども、その方、やっぱりあの、お酒ずっと飲んでるんだわね。今のヒロさんと同じように、お酒飲みながらライブをされてたとか、書いた。で、そうなると、やっぱり酔ってくるしね。まあ、そうなると、あ、マリポンさんがさくらさんに、今週バイスサービス久しぶりの旅行に行かないのですか？マリポンさん、今旅行中です。旅行中です。西伊豆に来てます。はい、そうです。あ、そうか、西伊豆、静岡県。でも、遠いわな。ねえ、で実際にあったお話を続けますと、ねえ、その配信者さん、ねえ、お酒を飲んで、ねえ、ライブをされて最高6時間で、その後ね、時間がこのおこれで、その配信者さんね、時間がこう長くなってくるのはいいんやけど、主人にその後寝ていったことがあったんです。で、そうする、そうなると、ねえ、あの、どう、ね、自然に寝てって、で、まあ、あの、ずっと見守ってる僕ら、視聴者側からは、ね、その方の声が、その方が眠ってることに気づいて、ね、起きて起きてというチャットの連チャンということがあったわけです。いや、本当にあった、本当にあった。で、あまりにもそれでもね、反応がなかった配信者さんに僕が、まあ、その方と今もツイッターでつながってるのでね、あの、ダイレクトメッセージを使って、起きてと。したわけです。マリコさん、いいですね。あ、そうか、マイボンさんは兵庫、大阪に行くんだって、ええー、な。で、その配信者さんはね、結局その自分が寝てしまって、でまあそのまま配信がどうなるのかなと、このまま続くのかなというふうに思ってたら、やっぱりその熱暴走で消えたことがあったんです、このライブがね。で、それで、まあ、それで結局、で、その熱暴走ということもあって、お酒酔って、ね、寝てしまって、そのまま熱暴走で、ライブが切れたっていうことが実際にあったんです。本当に。あ、北国さん、僕に質問ですか？たこ焼き食べたいってゆうちゃんおっしゃるけど、わざわざ大阪まで行くことはないでしょう。ゆうさん、銀だこで十分。あ、銀だこは僕んとこも一応あるんでね、買ってくんよ。たこ焼き欲しかったらそこまで買ってくる。レナちゃん、今酒飲んでもだいぶ終わらせてるよね。今はね、やっぱりその方もいろいろ翌朝お仕事だから、僕と一緒で、で、今は1時間2時間まで
なんですよ。さくりさん、納豆には刻みネギ入れる方？僕はね、これはね、僕はね、納豆だから、タレがついとる納豆を買ってきます。だから、その代わり、ネギは入れないんです。インコちゃんは銀だこじゃないな。こっちの方だと、桜やん。が好き。何ヒロさん、納豆チャーハン食べましたと。ああ、桜屋って、僕は知らないんだ。うん。桜屋のたこ焼きってことだよね。大きくて美味しいってインコちゃんおっしゃるけど、あ、マリポンさんが大阪に行くのは芝居を見に行くってことね。あ、すいません、納豆終わっちゃうよ。ヒロさん何？納豆キムチ。納豆キムチか。納豆キムチは最高。桜井はお好み焼きもあるよ。はい、苦手よ。桜屋、お好み焼き？ちょっとこれは、桜屋はね、僕も知らないから、うん、ちょっとこれは一回調べた方がいいかもしれないな。うん、そっか、お好み焼き最近食べてないからな。ヒロさん、今度は納豆ラーメンか。納豆ラーメン美味しい。納豆ラーメンって何？でもヒロさんさ、これこの時の納豆もやっぱりきちんとあれして入れるの、これラーメンに入れるとこれどうなるんだ。おいしいおいしい。あ、マリポンさん、10月の久しぶりの旅行は宮城。ゆっちゃんは納豆ラーメン食べたことない。ゆーちゃんは納豆ラーメン食べたことない。ネバネバか。おいしいよ納豆ラーメン。でもこれ作る側としてはこれなんかポイントあるんだろうかな。ねえ、僕は納豆ラーメンね初めて聞いたから、ねえ、そっか。まあまだね行けてないとかいっぱいあるからね、今度どこ行こうかいろいろ迷っとるんでね。
ラーメンできたの乗せるだけ。これこれな、この時の納豆ってどう、あのなんていうの、このスープにこれ納豆入れるとこれどうなるんだろう。ヒロさん、今度は納豆目玉焼き。ヒロさん、なんで納豆ばっかりのお料理考えるんだ、いろいろ。北国さん、もっこそラーメンは初めて聞くな。タグリさん、その質問、答えを聞いてなかったな。あの、改めて言うと、刻みネギは入れるって。いや、じゃあ入れないって、僕は。あの、あれだって、あの、納豆の、タレは入れるんだけど、ネギは入れないの。いいことは何？納豆目玉焼きは食べたことある？納豆目玉焼き、じゃあ待て待て待て、これ納豆、この時じゃあ納豆はどの時点で入れるんだ。じゃあゆうちゃん、納豆卵焼き。あ、ひろさん、何でもいいっていうじゃなくて、この入れるタイミングよ。インコちゃん、納豆を混ぜて目玉焼きの半熟乗せて混ぜて食べた。混ぜた目玉焼きっていうから、でも納豆を直に鍋に入れるとどうなるのかがわからない、これは。すみません、温泉入るんで落ちます。あ、はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ここまではさくらさんにね上がっていただきました。西伊豆にねのホテルに泊まってるのはいいよね。これどっか出かけるなんてね。うん。さあ、あと5分ほどになってきたかな。あと3分ほどだな。で、今日はね、先ほどねここに来ていただいたあの。ファンマルチンのね、ライブをちょこっと覗きますので、その約15分の間、そうですね。プレミアっていうか、あ、マリポンさんプレミア、お友達がプレミアね。わかりました。ありがとうございます。僕の方は、あの、ファンマルチンのね、あの、ライブの方を覗きますので、あの、もしよかったら、ファンマルチンのライブに行っていただき、行っていただく、いただけるといいかなと思います。で、そのために15分ほど、このライブはね、無人となります。で、それで、その間は、まあ、無人として、また大事なのではないわ。そうですね、また15分ほどしたらまた戻ってくる形を取ります。
おいおいおい、北国さん、納豆目玉焼き、目玉焼きやん大丈夫か。上野さん、えっつって、何にもしてないわ、さくらさん、本当に。本当に、まあ。いや、本当にねえ、さくらさんの声聞くのもこれで、3度目か。まあこれあれだよね、これストヤに上がストヤどストヤやってたらそのうちどこのストヤにも上がってくる可能性あるわな。うん、本当にね、今日はね、9月最後のプレライブストヤライブね。僕もね、あとちょっと、あと1時間ちょっとになりましたけど、ね、あ、今日はね、1時間じゃねえわ。あと45分ほどかな。うん。ということで、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとうまくまとまらなくて申し訳ないんですけれども、じゃあここで、このライブ一旦無人となります。8時15分過ぎに戻ってくる予定ですので、それまで、ね、まんまんちのプレミアに、まんまんちのライブに行っていただいたりなどしてお待ちいただければと思います。じゃあ僕は、まんまんちのライブの方を見に行きますので、また、8時15分過ぎかな、お会いしたいと思います。それでは一旦失礼します。
すみません、お待たせしました。ですね、8時から約15分、17分かな、の間まで、ママンチンのライブの方を覗いてきました。まんまるちんのお友達の、まあ、ワンちゃんたちで競う変顔選手権っていうのをね、最初の対戦だけ見させていただきましたけど、ね、なんか変な顔で、変顔ですから、変な顔をね、やろうと思えばできるってやつ。でもね、僕の飼ってたワンちゃんも、僕が飼ってたワンちゃんは、どっちか言うとあれだろうな、変顔にしたことないもんな。うん。本当にね、今日は、ね、今一本、ね、ライブの方ちょこっと覗かせていただきました。で、今ね、思いついたんですけれども、この後8時半からはね、森猫ハゼさんがプレミアされるですよね。これどうしようかなと、思いましたけど、そうだな、森おはぎさんのプレミアを、そうだな、12、3分のところまで見て、あと残りをエンディングで、この12、3分のところで見て、で、ここへ戻ってエンディングにしようかっていう形を取ろうかなと思ってます。でも、ハミちゃんとはね、おはぎちゃんっていう猫を飼ってる方なんですけれども、今回のプレミアは、まあ、おはぎママちゃんが、実際に行かれたシンガポールの旅の続編なのかな。うん。で、これがプレミアで、この後お届けするっていうことなので、まあ、そうだな。それ、楽しみなんでね。まあ僕は、このプレミアも見たいのでね。そうですね。12、3分のところまでおはぎちゃんの動画見て、あと残りをエンディングにしようかなというふうに考えておりますので、12、3分。の間はまた無人という形を取りますと思ってたというふうに喋ってたら、なんとおはぎさんが来た。おやさん、こんばんは、ありがとうございます。聞いてたのか。あ、今日は違うんや。そっか。聞いてなかった。そっか。この後8時半からのプレミアは、シンガポールじゃなくて、猫ちゃんだ。そっか、そっか。今回のやつ、今回のプレミアは、おはぎママちゃんと猫ちゃんの会話がどこかで出てきそうな感じします。あ、差し替えたの。なるほど。おはぎちゃん。
そう、おはぎさんのプレミアをね、すっかり忘れてたから、どうやって見ようかなと思って、すごく迷った。結果、まあ、ちょっと全部は見れないのでね、12、3分のと、まあ、あと残りのところについては、またアーカイブで見るとかしますのでね。ただいもーって来たのはインコちゃん、おかいもさあ、おはぎさんはね、火曜日は必ずプレミアするけれども、金曜日はいつだったか、先週なかったかな。本当にあのね、あのおはぎさんのところはね、おはぎさんのプレミアもね、結構集まるんでね、まだ見たことがないっていう方はこの後のプレミアを見ていただきたいなというふうに思ってます。おはぎさんはね、まだ収益化までの時間がまだほど遠いんですが、まあ少しでもね、近づけるために毎日動画を上げているということなんですよ。あ、収益化した。え、ちょっと待って、あ、円マーク出してないんや。あ、そういうことね。本当にあの、そっか、収益化されてるんや。おめでとうございます。じゃあ、今後は、こう、なんていうの、こう、なんていうの、円マークを出していくつもりなんでしょう。ねえ。おはぎさんもついに収益化の仲間入り、一旦抜けますねと、おはぎさん。僕もね、このライブを中、無人にしておはぎさんのところ行ってきますのでね、またそちらの方でお会いしましょうね。ってことで、この後8時半からおはぎさんのプレミアが始まるということで、またこのライブは無人になります。12、3分ほどで戻ってくる予定ですので、もしよかったらおはぎさんのプレミアに、言っていただければと思います。おはぎさんのねプレミアまでね、ちょっと時間がありますけれども、じゃあ早速僕はねちょっと行ってきますので、では再びですが一旦失礼します。
すみません、お待たせしました。8時半からですね、43分頃まで、森猫ハリさんのプレミアを覗いておりました。もうね、本当に可愛い猫ちゃんとママちゃんのね、あの会話がね、すごく楽しみなんですよね。まあ、実はね、先ほどもちょっとこのおはがきちゃんのね、プレミアの開始前に言いましたけれども、実はおはがきちゃんの、ママさんと、それからお友達とシンガポールに行った時の、ね、模様をお届けするかなと思ってたんですが、差し替えで、ね、おはぎ猫ちゃんの、ね、動画に変わったということで、まあ、その動画を途中で抜けて、今ここへ戻ってまいりました。で、今日はですね、本当にね、今日の僕のライブの方はね、まもなく終わりますけれども、ね、さくらさんが突然上がってきてくれたんでびっくりしました。もう本当に、ね、スネアのリンクをね、貼ると必ず誰かが上がってくると思って、これからもね、ね、このっていうか、この調子だったらね、スネアライブを続けたいなと思います。くれぐれも、変な方がね、いらした場合はね、もうそのライブをね、即中止にしようかっていうことも考えておりますので、ご理解のほどいただければ、ご理解をいただければと思います。今日はね、2時間15分を過ぎたところでね、終わるということで、その2時間15分を過ぎました。ということで、今日はこれまでに、ここで終わりたいと思います。This live is the end. Countdown. 3, 2, 1. Thank you for coming. See you again. 9月のスターライブはこれで終わりなんですよ。で、10月のスターライブの予定は、ちょうど、コミュニティに貼っておきますので、またその時間にお会いしたいと思います。今日はですね、いつもより短い、ね、ライブでありましたけれども、ご付き合いありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは失礼します。